Thank you.
敵なの?仕方ありません。マル、待って。オリバー、ここが見せ場ですね。うまくいきましたね。
戦いのようですね。行きますよ。よし、頑張ろう。戦うしかありません。ひとまず逃げるよ。敵なの？行くよ。戦うしかありません。行くよ。行きますよ。ここは逃げよう。出ましたか。
出ましたか。逃げるよ、みんな。お前たち、ここは女王陛下の間ですぞ。聞いているのですか？無礼であります。オムス、もう言う。知っているのだろう。彼もまた私の記憶から生まれし幻。そう、すべては妄想だ。久しぶりだな、ココル。お前もまた私の。レイナス、どうして世界が終わらないといけないの？完全ではないからだ。人の心は弱い。私もかつて深い絶望に飲み込まれた。だが孤独の果てで私は手に入れた心の強さを、世界を作り変えるための力を。何を言うてんねん。そんなお前勝手すぎるぞ。うん、そうだよ。世界はあなただけのものじゃない。自分の思い通りの世界が作れないからって、そんな理由でみんなを消してしまうなんて許せないよ。ダメだよ、ダメ。黙れ。世界は私が作り変えるのだ。あくまで私に歯向かうのであれば、弱き心のまま苦しみ続けるがいい。永遠に。滅びゆく世界の救世主、
心の強さだ。さすがは予言の少年。ならば。なんやこれ。オリバー、あれ。おい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 、なんだありゃ。変貌している。レイナス、この世界は絶対に終わらせない。行け！
よし。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 
まあこんなところでしょう。違うよ。やり直す必要なんてない。世界は壊しちゃいけない。みんな前に進むしかないんだ。間違ってたらちゃんと正して、そうやって前に進むしかない。辛くても投げ出しちゃいけないんだ。それが生きてるってことなんだよ。生きてる。一人ぼっちだって、前に進んでさえいればまた一緒にいたいって思う人が現れる。だからココルと出会えた。君の心の一部、そうなんでしょ。そう、オリバーと出会えた。私オリバーのこと好きだよ。ココル、前に進めばいろんなことがあるんだ。出会いだって別れだって、楽しいことだって悲しいことだって、それを受け入れて進んでいく。それが生きるってことなんだよ。オリバーはやっぱり優しいね。あのね、オリバー、レイナスのこと許してくれる？ずっと苦しかったの。どうしようもなかったの。だから心が生まれたの。でもね、オリバーが助けてくれた。だからね、え、ココルの役目終わったんだよ。オリバー、お別れだね。さようなら。あ、ありがとう、オリバー。あの人が本当のレイナス。はじめまして皆さん、私は女王レイナス。これが本当の私。あなた方には感謝せねばなりませんね。やっと本当の私に戻れた。あなたが言うように、私もやっと前に進み始めることができそうです。ありがとう、オリバー。これは世界管理評議会、エルダーグループ評議会。それってレイナスの妄想でしょ。いえ、あれは私ではありません。まさか妄想が実体化したというのは。その通り。我々はお前の自覚を解き放ったんだ。なんやて、女王の立場を乗っ取るつもりか。つまり独立宣言。全ては私の責任です。みんなを逃げて。ダメだよレイナス、一緒に戦うんだ。みんなの力で評議会を倒そう。さよなら。
あこんなところでしょう。ありがとう、皆さん。おかげで私の中に芽生えました。前に進む力、苦しみに負けない強さ、希望という心が。生まれ変わったんだね、女王様は。ああ、今度こそ大事にしねえとな、その新しい希望をよ。ねえ、過ちを繰り返さないためにも。せやな、魔導王さんもそれを望んどるはずや。お父様も。でも私は償わなければこの世界のみんなに。でもさ、できることから少しずつだよ。ええ、まずはお花を育てます。お花？この宮殿をお花でいっぱいにするんです。そしてあの頃みたいにみんなに笑顔になってもらいたいんです。二の国のみんなに。レイナス。うん、できるよ。今のレイナスならきっと。はい、その時はみんなまた来てくださいね。シェリー、もう来てたの？レイラおばさん。毎日早いわね。助かるわ。だって、お仕事楽しいもの。ここをこうしてっと。よし、今度こそちゃんと完成させるからな。見てろよ。ふう。さあ、これから頑張らなきゃな。見守っていてね、母さん。